あるよね、IPA ってやつ。三平 IPA、シェッシェ。お、それなんだっけ、ヨーヨーか。それ台北駅で。あ、セブンで売ってるの。かわいい。もう一回見せて。かわいいよ。スイカとかの、フルーツとか。あ、後ろはこれか。え、いいじゃん。また、また遊びに来て。うん。待ってます。いつまでいるの？来年の6月ぐらいまで。行くわ。来年の6月以降はどこにいるの？いや、ちょっとまだ。でも東京行きたい。あ、日本帰ってくる。行くならね。でもわかんない。なんかそこで、地元に戻るとなんかそのまま、なりそうじゃん。自宅ね、実家があるとさ、その安心感ね。シェシェ。いや、でもなんか親に先に先にこうお金貯めて東京とか行ったらって言われても確かに。いや、もうね、お金貯めたらっていうのはもういらん。そういうのしてたらもうね、そういうの死ぬよね。ないよね。死ぬしかないもんね。そう、ノンコは大だから。だよね。ランキングは大。あ、ありがとう、ありがとう。当たるように、これ当たれば東京行ける。これはこれは50万ぐらい当たるよ。これ50万元ぐらい当たろう、ま、マックスいくつだっけ。1000元当たった。あとマックスは3000万円。やば、700万元ぐらい。マジか、えぐい。くね、そんな当たる。当たったらもうね、ワーホリ出るよね。いいね、間違いないけど日本語帰ってくる。5、6年ワーホリに出る。やっぱお金って大事ね、そういう意味では。ワーホリでも分かんない。ワーホリ何年もしてる人大体クズじゃん。会社に入りながらワーホリみたいなのしたほうがいい。そうだよね。結局、おー、びっくりした。日本語ありがとうございます。なんていうの、あ、イエス、スリーカップ。あ、先どうぞ、先どうぞ。いいよ、飲め。俺も先飲んだ。いいよ、あ、飲め。てか、これいる、いらない。これいらない、いらない。Thank you。乾杯。盛大じゃない、さっきより。確かに。お疲れ様です。撮ってます。撮ってます。大事。私はこのタトゥーを入れることに決めたから。あり。めっちゃかっこいい。泡多いわ。でもうまいね。ああ。うまいな。ここうまいんだよね。なんかフレッシュなんだよね。100元でいいんじゃん。確かに確かに。普通のお店200ぐらいする。同じ、ほぼ同じ量で。だってこれ330ぐらい入ってる。うん、ちょっと泡多いけどね。泡いらない、まあ、でも多分これがあるからちゃんとここには入れてくれてる。決まってるんだね。250。さっきのお姉さんより優しめに入れてくれてるんだ。さっきのお姉さんも泡プラスこれでもこうなの。まあ、リンター